皆さんこんにちは、イカ王子です。ハロー。なんとですね、今回、エラ・フレイヤちゃんが宮古に来てくれています。イエーイ。おハロー、エラニャンです。あの、エラちゃんは宮古はもちろん初めて。そうです。どうですか宮古？すごく綺麗です。綺麗。そう、ここに来た道はこのビーチを見てすごい感動しました。うわ嬉しい。美味しいもの食べました？食べました。何食べました？ビンドンで、宮古って言ったらビンドンだよね。あとはなんかホヤどうでした？美味しかった。ホヤ美味しいって、エラちゃんホヤ美味しいってすごいね。いや嬉しいな。宮古は美味しい海産物がいっぱいあるんだけど、海があるから、でイカ王子は主に、まあ、イカ王子だからイカの加工品を作ってるんだけど、イカ王子なのに実は一番売れてる商品がこちらタラフライ。王子の贅沢、至福のタラフライ。この宮古はマダラ、コトフィッシュが震災後水揚げ量日本一なんです。6年間いっぱい取れてる。いっぱい。これを、水揚げした、その日のうちにここまでして1回だけの凍結で仕上げたタラフライで、今ネットショッピングで半年待ち。宮古ではでもどこでも食べられるので、今日ぜひエラちゃんにこのフライ食べていただきたいなと思って私朝あげました。ありがとうございます、はい、食べてみたいです。ぜひ。もういい匂いがしますね。すごくあの身厚なので。そう、実はお腹空いてますよ。うわ嬉しい、ちょっとね、あのまだらの味を感じてほしいので、そのまま。はいはい、ぜひ。いいですか？はい、どうぞ。じゃあ一度いただきましょう。うわすごい、エラフレイヤちゃんにタラフライ食べてもらってるよ。ちょっと宮古のみんなすごいよ。ちょっとね、美味しそう。そういただきます。美味しい。美味しい。美味しい。うわ嬉しい。もっと食べちゃった。あ、もう食べて食べて、いっぱい食べて。おいしい。柔らかい。そう、柔らかいの。で、あの身厚ですごくジューシーなんですよ。で、衣が生パン粉使っててサクサクで、あの世界的に言うとやっぱフィッシュ&チップスってすごく有名な食べ物あると思うんですけど、これあのその国々で取れる魚によってあの原材料違うんですね。で、宮古はせっかくマダラの町なので、マダラをキャッチーになんかこうポップに食べてほしいなと思って、イカ王子はこういうタラフライにしました。そうですね、ちょっとオランダではこういうフライドフィッシュの料理もありますよ。ありますよね。違うよね。そう、違う感じです。うん、でも少し思い出した。はい、うわよかった、嬉しい。普段あのオランダでは結構あの頻繁に食べるんですか？あ、どういう意味ですか？あの魚のフライ、フィッシュフライ。そうです、はい、あ、食べるんだやっぱり。はい、食べます。そっかそっか、じゃああの認めました。もう世界が認めたタラフライ、エラちゃんが認めてくれました。もうすごく嬉しい。もう一個これなんだと思う、エラちゃん？イカのイメージのイラスト。そう、イカのイラストがこれ入ってるんですけど、あの私の会社の京和水産で作ってるイカそうめん、イカのお刺身、スクイート刺身。あ、イカですね。そう、イカのお刺身って結構あの日本でしかあんまりこう食べることがない文化があるんですけど、それをこう食べやすくしたいなと思ってこういう丸カップに入ってるんですよ。なんかこうバニラアイスとかヨーグルトが入ってるような、ね、あの紙の材質なので捨てやすいです。環境にも配慮してます。今日ねこれエラちゃんに食べてほしいなと思って。イカそうめん、これあのタレがついてるのでオリジナルの、これオーガニックなんです。オーガニック、はい、どうぞ。ありがとうございます。お、かわいい。かわいいでしょ。かわいいです。そう、
わ、イカのお刺身。いただきます。おいしい。おいしい。おいしい。やったやったよ。で、この、 あのイカそうめんなんですけど、こういうね、食べ方もできるんですよ。あの納豆がね、身近に売ってるんで、イカ納豆にしてもいいし、で、あと岩手ってこう海藻も有名なので、メカブと一緒に今日ね、あの上にあの梅も乗せました。梅もさっぱり食べれる。そう、梅大好き。梅あんまり好きじゃない。納豆は、エラちゃん。納豆は大好きです。納豆大好きなの、うん、そっか。あの何にでも合うように、あのこういうイカそうめんを、うん、あのなんかこう食べさせたいなと思って、こういう形にしました、うん、食べてみたいです。梅も食べてみたいです、うん、そうね、ちょっとね、いろんなあの海産物ありますんで、ぜひまたあの宮古に来ていただければなと思うんですが、あの岩手の方も宮古の方ももちろん、あのエラちゃんめちゃくちゃ有名なので、あのぜひあのいろんなリンクあの概要欄につけておきますので、ぜひあの皆さんでもあのエラちゃん応援してください。イカ王子ももちろん応援してくださいね。岩手をこれからもっと発信したいので、あのちなみにエラちゃんは今日もう帰られるんです。この後もう東京に。まだいる。またこれからも旅をします。また旅をします、はい、あぜひまた機会があったら、うん、あの東北とかまた岩手に来てくれると嬉しいです。うん、ぜひまた行きたい、ね、で、あの普段はエラちゃんはオランダに。そうですね、いらっしゃるんですよね。そうです。で、あのオランダにいても日本のことすごくあの発信してくれているのでぜひ皆さん、あのエラちゃんのね、食レポとか、あと温泉とかにも行っているので私全部見ました。ありがとうございます。すごく嬉しい、日本人として。ありがとうございます。ありがとうございます。何か最後一言、エラちゃん、あの岩手の皆さんにありますか？岩手はシーフードの天国だと思いますよ。昨日いっぱいいっぱい朝ごはん、あのランチと夕食もシーフードを食べました、うん、すごいすごいすごい美味しかったです。あのこれまではちょっと苦手なシーフード、ウニとかもありましたけど、うん、初めてすごい美味しく食べられました。うん、そう、やっぱ新鮮だからなんだよね。これは海がすぐそこにあって、取れたて、やっぱりあの新鮮だから、あの嫌いな人でもこう、あ、美味しいって思って思わせてくれるのが、こういうやっぱ港町ね、宮古市だと思うので、うそう、本当にいろいろな美味しさを分かってきました、うん、ありがとうございます。なんかね、あの岩手にいるとさ、こういう風景だったり当たり前の食べ物がなんかあんまりこう価値がないみたいに私たち生きてて思うけど、そんなことないよ全然ね。エラちゃんが認めました。岩手県みんな誇りを持とうぜ。みんな、岩手のみんな誇り持とう。ぜひまたあのエラちゃん来てくださいね、うん、宮古来るとき絶対あのまた声かけてください、はい、じゃあありがとうございました。エラフレイヤちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。上手、日本語。いやいやいや、この曲は何ですか？あの12時の音。エラちゃんがあのイカ納豆を食べます。今から京和水産のイカそうめんです。横にあの納豆をね、市販の納豆を添えてます、うん、どうぞ。納豆大好きなんだもんね、エラちゃん。納豆好きです。納豆好きなんだ。これは混ぜますか？はい、混ぜてください。なんかあのエラちゃんがイカ納豆ってすごく美味しそう。ちょっと待って、これ、こういうの好き。これ好き、うん、大丈夫。やばい、大好き。やばい、やばい。イカ納豆来たよ、エラちゃん。やばいな、イカ納豆で商品化した方がいいとかすごいコメント来そうだよね。どうしよう、なんか納豆屋に全部持ってかれるような気するけど大丈夫かな。すごい、いやすごい、なんか日本好きなのが分かる。納豆何も抵抗なく食べるもんね。
で結構ねアメリカとかオーストラリアとか私行かせてもらったんですけど、普通にやっぱ納豆売られてて、やっぱ今すごく売れてるって言ってて納豆納豆オランダでも売ってるん納豆。あ、最近はそうですね、スーパーでもたまに見てます。え、でもさは最初えって思ったでしょ納豆。うん、そうですよ。え、日本来て好きになったの納豆。そうですよ、最初は本当にこれは誰が好きですか誰が食べるのこんな食べ物みたいな。これは食べるもんですか匂いだけで。でもご飯と一緒に食べたら、醤油と一緒に食べたら、うん、いや好きになりました。なんとかね、そう今大好きです。オランダにいてもあのその冷凍コースター、like、フローゼンの納豆を、うんうん、たくさんオーダーして家の冷蔵庫に置いて毎日食べてます。え、ご飯と納豆食べてるのオランダでも。そう、すごくない？なんかうわ嬉しい、すごい。え、お味噌汁も好き？エラちゃん好きです。日本人じゃん、もう心が完全に今日本人さ、なんかパンとかばっかり食べてるけど米食おうよ米食おう。米の産地は岩手県、ね、岩手県お米も美味しいので、はい、あのエラちゃんイカ納豆大好評です。以上、イカそうめんでした。ありがとうございます。